レールじゃないんですよね、人生っていうのは。はい、おはようございます。アサーメンタルクリニックの院長、松井祐介です。本日は、苦労していない精神科医に何がわかるんですかというテーマでお話ししようと思います。えー、っとですね、まあ、あの、患者さんのことをどこまで医師がわかるのか、その経験してないのに何がわかるんですかって言われたときにですね、ま、あ確かに、究極的に言ったらわかんないですよね。究極的に言ったら。 究極的に言ったら、だっていじめられたこともないし、別に親から虐待を受けてたわけでもないし、むしろ愛情を持って育てられてることがいいね、医師の場合は多いし。 えー、競争にね負けたことはあったとしても勝ってることの方が多いだろうしまあそれは分からないでしょうって言われたらまあそれはそうっちゃそれはそうなんですよだから苦労し,してないわけではないと思うけれどもでもその患者さんが抱えてきた不幸とか不運とか、えー、に比べたらはるかにガチャ成功してるので。 えー、そ全くその通りだなと僕は思いますねだから部分的には分かることもありますよ。それはあの自分の今までして体験してきたことを大きくしたり小さくしたり加工することによって相手の気持ちを相手の今の状況を理解しようとしたりとかこれまでの患者さんの話とかいろんな患者さんとはお会いしてきてるのでそういう他人の感覚をですね自分の経験のように感じるってことも人はできるので。 ええまあ発達障害傾向がねあの弱ければあんまりなければってことですけど発達障害傾向があると他人の知識をねその他人の経験を自分の経験のように感じるのがちょっと苦手だったりするんですけどあのまあできるわけですけどそういうことを踏まえてね相手のことが分かるんですけどあと教科書の知識とか研究の知識とかがあるからねとは言っても本質とは同じじゃないよねって言われたらまあ それはそうなんですよね。それは赤の他人だから違うし、近づこうと思っても近づきにくいところがあるし、結局は当事者同士の方がつながれる、分かり合えることも多いっていうのは事実だと思うんですよ。だから僕はあのオンライン授業会とか患者会をやってるわけで、あのそれは医者とか治療者が,ただが到達できないことですからね。うん えー、そうなんですけど、まあとはいってもですね、まあ僕たちは何とかやろうとしてるわけで、まあそこら辺の話をしようかなと思います。でですね、ちょっとあの、ちょっと説明する順番はちょっとこっちからしますけど、こう、こういう質問をする人ってですね、患者さんによくあるのが、このセルフモニタリングとか、その感覚っていうもの、感じ方とかを について疑問とか好奇心はあるんだけれども本質を掴んでないことが多いんじゃないかなと思いますね体というか感情というか,なんか脳内にどういうことが起きてるのかってことを体を使って感じる血の巡りを感じるとか呼吸をこう重みを呼吸の重みを感じるというか呼吸をしていく中で肺が膨らんだり減ったり 小さくなったりしているそして横隔膜に押されて胃とか腸が、ね、こう刺激される感じっていうのを感じて偉いお坊さんのスの神明さんと喋った時に「ゾーンに入る時の体調の差はありますよね」とか「だからマインドフルネスを毎日していく座禅を組んでいく中で今日はゾーンに入りやすいな」とか「マインドフルネスに入りやすいな」って日もあれば、えー「雑念ばかり浮かんでしまってなかなか入れない日もありますよ」とか言ってたんですよね。 だから個人の中でもこうゾーンに入る体調の差とかあるわけでその何て言うんだろうな体感って結構違うんですよね。そして、うん、言ってしまえばですね治療者っていうのはゾーンに入りやすい環境にいるんですよね結局。だから精神科のってですね問題があって問題があってストレスが溜まって。 困る症状が出る鬱っぽくなるってことですけども、えー、僕らはこの症状を解決しやすいんですよ鬱になったとしても不安になってもそれはなぜかというと抱えてくる問題が簡単だったり複雑じゃなかったり、えー、そもそもの問題解決能力が高かったりするお金があったりとかねいろんな意味でだからたまったとしても解決しやすいんですよねだからゾーンに入りやすいってことか逆に問題が複雑に絡み合っていて いう人はやっぱり症状が取りにくいと思うんですよね。それはその認知の歪みの問題とか、能力差とか、知識、経験の有無とか、えー、言語背景、文化背景の違いとか、環境の問題、お金の問題とかで、ちょっとずつですね、が重なって、なかなか問題がほぐれにくくなっているので、ゾーンに入りにくいというかですね、問題解決しにくいっていうのはあると思いますね。ただ、あの、一個一個分解していけばですね、 あの、やっぱりその多くの人が抱えている問題と似てるので、まあ一個一個分解することによっては医者たちが分かるとか他人が分かるということもあるし、まあ分解したら本質を失うじゃないか、今の自分らしさを失うじゃないかと言われたらですね、そういう複雑系の議論をされたら、まあ、あの、まあ、かまあその通り、会話に成り立たなくなっちゃうんですけど、でもまあそういうことってありますね。 うん、だからあのー、僕らがですねあの治療論を押し付けているときにそれはきれいごとに聞こえるんですよねなぜなら簡単なことしかやってないじゃないかと思,う思われるから、えー、問題解決お前たちはしやすいからだというまあそれはそうなんだよね、うん、ただ解決の仕方っていう仕方はですね結局同じ,同じなんですよだから 問題が複雑だから、複雑な方程式を、あの、みんなが使ってる方程式を使えないってことはなくて、やっぱ複雑であってもですね、問題解決っていうのは、何とか療法とかではなく、努力作ですね、一個一個の問題を解決していくってことなので、分解して解決していく、それ以上のことはないんですよね。 あのだからそういう意味ではあの精神科にもわかるということなんです、うん、難しいねだから精神苦労をしている人がやるアプローチ解決のアプローチと苦労してない人がまあ、えー やろうううとととする問題解決のアプローチは違うかというと一緒なんだよねこれがね、精神医学の結構特殊というか、あの、不,不思議さなんですよ。だから、疾患が違うと精神療法のやり方も違うのかと言われたらですね、意外と一緒なんですよね。本質は一緒。人が違っても、治療、えーと、患者さんの個性に合わせて治療法をカスタマイズし、 もちろんしていくんだけれども割とですねあの似たような治療法を使うそれは一個一個分解して泥臭くやっていくってことなんですけどもそれはねあのもあのなんかうまく言えないですけど本質をつかんでもらいたいなっていう気がしますね。で結局山を登る時と似ててその体の細かい使い方の違いはあるかもしれないけれども結局右足左足を交互に出して登るしかないんですよね。だ だからまあ一緒だっても言えるしあと慣れも必要なんですよねだからその苦しいわけですよ山登りってだからそれはプロであっても一緒だし、えー、初めて山登る人も一緒なんですよねだから何度も山を登っていればあの疲れとか苦しさは減るんですけどやっぱり苦しいということですよねまあこれが気づける気づけるかっていうか教えてもらえるかっていうのは結構でかいかなって気がします うん、だから、えっと、その、楽、楽すぎず苦しすぎない、ちょうどいい塩梅のこのラーニングゾーンに留まり続けるっていうのが、あの人生でもあるし、治療もいしそうなんですよね。だから別に変わんないんですよ。だから一郎が、えー、毎日毎日練習し続ける、引退後も野球を続けている、このラーニングゾーン、昨日よりちょっと深い、 苦しすぎないトレーニングをし続けるっていうことですよね。大谷翔平も同じ。それは、あのー、その大記録を作ろうという人だからこそ特別な練習メニューをしてるとか、そういうことじゃないんだよね。うん。規律的にその、やり,つやり続けるっていう。うん、まあ ちょっとはね、その、本質は一緒。ただ、ちょっとメニューとかをね、少し変えるとか、自分内の負荷のかけ方をアレンジするとかありますけど、基本的にはここは本質は一緒という感じでしょうかね。あとはですね、結局その、レールじゃないんですよね、人生っていうのは。レール、敷かれたレールというか、まあ、レールを走るっていう人生ももちろんあるんだけれどもと、ところどころではレールがないところを走らなきゃいけないんですよね。ただから、学校にいると、 とか、大企業に勤めているとレールの上を走ってるような感覚になるんですけども、なんか決まりきったような感じがする。あとは昔ながらの伝統的な生活を送ってるとかですね、そういう部族とかだとレールの上を走るような感じなんですけど、やっぱ今って変化が多いので、レールを走るだけじゃないんですよね。で、そういうことを言うと、いや、私は別にその他の人と違って大学を辞めている、辞めてるし、レールを走ってるつもりはないですとか言うんだけど、 なんか違うレールを走ろうとしてるんですよね。だからなんか自分でレールを作ってクリエイトしていくっていうよりは、どのレールに乗ればいいんだろうっていうことを探ってるみたいな、え、感じなんですよね。だから、なんていうのかな。そういうものとは違うよね、という感じです。だからところどころこのレールを使ってもいいけど、なんかそういう走り方じゃないんですけど。まあこれ、このニュアンスって難しいですけどね。 あと結局ね自立をしてないんですよねだから精神科医って自立した人に対してアドバイスをする場所なんですよ究極的に言ったら途中からわかるんですけどだからなんかこう自分と一体になってもらって一体の中で解決していくっていうものではなくてえー、途中からですね目が覚めてくるとですね自分は自立した人間であり相手はなんか えー、ただのおじさんというか、ただなんか話を聞いてて、いろんな人のこと知ってるというだけの人なんですよね。で、そういう人から、まあ、薬をもらいつつ、診断をもらいつつ、まあ、5分ぐらいしかないけど、まあ、アドバイスをもらうという感じなんですよね。でも、まあ、ある、ある程度の専門家で、まあ、医療費分、だから500円から1500円ぐらいで話を聞けて、まあ新、第三者で利害関係を伴わない人間から何か一言もらえるっていうのは、 まあ結構安いしお,お得なんじゃないかなと思うんですけど、こ,この域に達するとまあ楽だし使いやすいですよね。で、じゃあ5分ちょっとで何ができるのって言われそうですけど、まあ別にそうと言わればそうかもしれないけど、でもそれしかないんで、あの、まあ5分の中でできるだけの工夫をまあやってると。だから僕の場合はワークブックを渡したりとか、YouTube を併用したりとかしてるっていう感じですね。だから、 あの自立してね自立して、えー、なんかあ世の中ってこうなんだなとか、うん、なんかまあ,あの、まあ、他人だけど、まあ、よく分かってないやつだけどこんなに分かってくれてるんだっていう風にその原点式で見るんじゃなくて加点式で見るとね心強い存在なんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、原点式で考えるとねあ,あれもダメこれもダメあそれもダメって感じでどんどん 出てきちゃうなぁとは思いますねはいといとうことでまあ、今回「苦労してない精神科医何が分かるんですか?」というテーマでお話ししましたはいえー、まあ宿題はですねまあ自立ですねこの自立ってちょっと面白いんで自立して時にどういうふうに、まあ、精神科医を利用したらお得かなってことをですねちょっと皆さんの目線でちょっと書いていただけたらなと思いますはい では以上でこの動画があります。えー、もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、えー、グッドボタン、チャンネル登録、そちらの方よろしくお願いします。はい、ではいでまた